ウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初は、業務連絡からになります。本日からこの動画チャンネル恒例の、視聴者プレゼントの受付を開始しました。応募の締め切りは、2022年1月30日、日曜日、の日本時間午前11時になっていますので、この動画の概要欄のリンクをクリックしてから表示されたサイトの空欄に、アカウント ID を入力してください。この動画チャンネルの視聴者プレゼントは、heroes.com のプレイヤーが対象で、Facebook 版とモバイル版のプレイヤーには視聴者プレゼントを送信できないシステムになっています。それでは、先週の視聴者プレゼントの当選者発表を行いたいと思います。先週の視聴者プレゼントには、584件の応募がありましたので、当選確率は、194分の1になります。厳正な抽選の結果、当選者は、5222,4447,8287,7864,3、424,1248,3の3名に確定しました。3名の当選者の方、おめでとうございます。赤色のギフトパッケージの発送は、この動画が投稿されてから24時間以内に行いますので、商品がお手元に届くのを、楽しみに待っていてください。さて、以前の動画で触れたことがある話題ですが、イベント等でもらえるヒーローのソウルストーンをすぐに受け取らないで、メール形式で後日に受け取るという話を覚えておられるでしょうか?今現在開催されているリリスのアップデートイベント、リリスの終着では、特別イベント開催中にログインするたびに、リリスのソウルストーンを合計で30個もらえるイベントタスクがあります。カーク信者の場合、緑色のクリアボタンを押したい衝動を我慢しながら、30個のリリスのソウルストーンを月曜日以降に、メール形式で受け取る計画を立てているのです。なお、イベントでもらえるヒーローのソウルストーンのボタンを押さない試みは、カーク信者も初めての経験なので、リリスのソウルストーンを受け取る権利が消滅するかもしれません。ですので、この動画でご紹介した内容を実践される際は、視聴者様自身の判断でお願いいたします。この動画の視聴者様なら、大勢の方がこのことにお気づきだと思いますが、ライバルよりもゲームを有利に進めたいのなら、こういった工夫が必要になります。参考情報として、デイリーボーナスで支給されるヒーローのソウルストーンは、必ずその日にクリックして受け取らないといけないので注意が必要です。デイリーボーナスは、クリックした時点で報酬を受け取る権利が発生するシステムなので、この画像のマーサのソウルストーンをメール形式で後日受け取ることは不可能です。デイリーボーナスとは違い、イベントなどで受け取りの権利がすでに発生した報酬だと、意図的にそれをすぐに受け取らないことで、翌日以降にそれらの報酬をメール形式で受け取れるのがこのゲームのシステムなのです。つまり、リリスのソウルストーンを是が非でも本日中に受け取りたいという理由がない限り、それをメール形式で受け取って保管すれば、後日開催されるイベントで、他人よりも有利にイベントタスクの消化が可能になるというわけです。アーティファクトの宝箱の鍵やペットの召喚卵、タイタンの召喚の卵などを毎日少しずつ受け取りますが、それらを備蓄することによって、週末に開催されるイベント等でエメラルドを使わずにイベントタスクを完全制覇できるようになります。今回のリリスのイベントでも、カーク信者は備蓄していたアーティファクトの宝箱の鍵を100本使用して、イベントタスクの一つを完全制覇することができました。毎年2月になると、ちょっと趣向を凝らしたイベントが開催される傾向にあるので、資源の備蓄に励んでいると、良いことがあるかもです。ゲームの資源の備蓄は得意なんだけど、なんでお金の備蓄はできないんだろう?さてさて、次の話題に進みたいと思います。ヒーローウォーズを遊戯していると、ゴールドリーグやシルバーリーグに所属しているギルドの活動についていけないと感じる人も大勢おられると思います。また、かなりのレベルまでヒーローとタイタンの育成を頑張ったけど、生活環境の変化などで、ヒーローウォーズの遊戯を継続しつつも、
活動のペースを緩めたいと考えている人もおられると思います。そのような人におすすめなのは、まったりと遊戯を続ける目的で設立されたギルドへ加入する方法です。でも、どのギルドがのんびりと遊んでいるのかわからないんだけど、そのような人におすすめなのが、ウェブパソコン版のサーバーにで活動している日本人ギルド、ドラゴンボール .jp になります。つい先日、こちらのギルドの方から個人チャットをいただきまして、ブロンズリーグでのんびり余生を過ごしたいメンバーがいれば、サーバーに唯一の日本語ギルドで遊戯されてはどうでしょうか？という提案をもらいました。視聴者様の中で、のんびりとヒーローウォーズを楽しみたい方は、サーバー2のドラゴンボール .jp への加入や移籍を検討されてみてはいかがでしょうか？それとは対照的に、ゴリゴリ課金して活躍したい人は、サーバー11のグラビティへの加入を検討してみてください。あはは。今現在のグラビティには空席がないので、移籍を希望される際は、事前にご連絡をいただけると幸いです。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。